と思い、なんとなく体がだるい、そんな時に飲んでますかくそ、何時だと思ってんだよ。うわ、最悪っすね、そいつ。で、結局寝たの4時過ぎだよ。いつもだよ、いつも。で、どうやらそいつテレビつけっぱなしでいつも寝てるらしいの。あー、テレビついてないと寝れない人とかいますよね。それならもうちょっと小さな音にしろって。周りの迷惑も考えろっつうの。ですよね。ほら、夜中って静かだから、なんかニュース読むアナウンサー、なんか男も女もそうだけど、すっごい聞こえるんだよ、滑舌いいから。あー、確かに。 あと CM になると少し音大きくなんない？なんかね、そういうのまで気になってくる。そういや、アーマータイガーさんも隣の人がうるさいって言ってましたよ。ああ、アーマーんとこは逆じゃん。なんか夜間タクシーの運転手とかで昼間に騒ぐと怒られるんだろ。俺の隣のやつの方が最悪だって、マジで。確かに、こっちがテレビの音でイラついてるのに向こうはグーグー寝てるかと思うとすっげえ腹立ちますよね。たく、デリカシーのかけらもねえっつか。ガニメデさんとこの隣って男ですか、女ですか？女。去年まで学生だったんだけどさ、全く社会人になれば引っ越すかと思ったのに、もうまだいんの。え、知り合いなんですか？いや。じゃあなんでそんなことわかるんですか？だから薄いんだって、壁が。いや、でも聞こえるの？電話の内容とか。でさ、その女朝目覚まし代わりに必ずステレオで起きんの。で、ここのとこずーっと好きです、川崎愛の街。この間なんか3日間ステレオが朝鳴りっぱなしになってるのに止めねえの。40分くらいずっとだよ。どうやら旅行行ってる間タイマー解除してなかったらしいの。いや、川崎に罪はないけどさ、あれゴミ収集車も鳴らしてんじゃん。今日また聞いちゃってさ、朝からすんごいブルー。もう肉味噌愛の街を。話してたらまた腹立ってきたわ。他の住人に悪いから言い返さないでおいたら超地づきやがって。もう堪忍袋のおかきりだ。隣に苦情の手紙書いて郵便受けに入れてやる。愛人のくせに何せこいこと考えてんだよ。え、停滞接種されると。ああそう、あの、今日は対決の日じゃないですよ。アニメでさん、いった、やっやっぱ超強え、レッド。ボコり方に迷いねえ、もう。すっか、マジかよ、ガニメデさん。いきなりは勘弁してほしいよ。最近、ローテ入ってなかったからな。しばらく寝かしといてあげようか。天体戦士サンレッド。これは、神奈川県川崎市で繰り広げられる、善と悪の壮絶な戦いの物語である。それいけ！女性専用車両みたい。え、痴漢に間違えるなうちに次の駅で降りよう。あ、やばいやばい、見つかった。ドア閉まります。いや、結構泳げたね、混んでたけど。パンプ様、前前。え、あら、バンプさん。ああ、かよこさん。あ、プール行ってきたの？うん、マリンパークのクーポン券、今日までだったから。いいな。私も行きたいんだけど、あの人が嫌がるのよね。え、レッドさんが？そう、プールとか海は絶対行きたがらないの。あの人、きっと金槌なのよ。金槌。ついに我々は憎き宿敵天体戦士サンレッドの弱点を知るに至った。しかし、まさか身内の者から聞き出せるとは。これも日頃の近所付き合いの賜物ですね。火は水に弱い。なるほど、道理よ。イデオトビウォン。さあ、トビウォンよ、奴を水中に引き込め。エラ呼吸可能なお前の勝利は決まったも同然だ。レッド、遅いですね。やっぱりいつも通り対決の形で呼び出した方が良かったんじゃ。まあ、来なかったら来なかったでさ、バーベキューだけして帰ればいいじゃん。せっかくだから、対決ならいつでもできるし。レッド来ました。お疲れ様でした。来たんですか、レッドさん。人を呼んどいてなんだその言い草は。来ないかと思ったぜ。つーかよ、なんでこんな上流でやるんだよ。他に誰もバーベキューやってるやついねえだろ、こんなところで。
普通多摩川でバーベキューって言えば高島屋の近くだろ。でもあの辺りは浅瀬なんで。おもれパンプ様。あ、いえ、まあてめえの料理の腕だけは認めてるから来たんだけどよ、うまいもん食わせろよ。は、それはもう、あの支度できるまでビールどうぞ。おう。野菜なんてどうでもいいからよ、肉焼けよ肉。でも先に食物繊維を取った方が脂肪の吸収が穏やかになって。そんなこと気にしてっか。てめえらはいつまでも世界征服できねえんだよ。どうですかお肉。お前らいつもこんないい肉食ってんのか。え、それイノギアの特売の 100g178円のオージービーフですよ。いい肉に思えるのはタレのおかげですよ。タレにパイナップルのジュースが入ってるんです。パイナップルにはお肉を柔らかくする効果があるんですよ。バンプとカヨコのサッと一品ミニ、材料はご覧の通り、あとはお肉をつけるだけ。バンプさん、詳しい分量は？長年の勘かな。あー、ほんとためになるわ。さあ、レッドさん、どんどん飲んでくださいよ。お前も飲め。あ、すいません。飲むがいい。酔ってくれた方がことが運びやすいからな。先に酔いつぶれちゃってどうするんですか？どうしよう。バンプ様の合図でレッドを川に突き落として溺れたところをトビオンさんが襲う計画だったのに。ん？あ、な、何やってるんですかレッドさん。なんかあっちから泳ごうと思ってよ。レッドさん泳げるんですか。当たり前だよ、ガキの頃から俺カッパのサンちゃんって言われてんだぜ。カッパのサンちゃん。ここなら思いっきり泳げんな。海やプールと違ってよ、俺はガミガミして楽しいとか大嫌いなんだよ。よし、ピンポーン。いてていてて、えらえら、加減なしだよ。入れてましたもんねレッド。あれ、やっぱりバンプ様まだ戻ってないよ。やべえ、どこ行ったのかな。あれ、天体戦士サンレッド。これは神奈川県川崎市を舞台に繰り広げられる善と悪の壮絶な戦いの物語である。あー、ハルクのかったりいね。お前ら手引よ。笑われてるんですけど。このようにモギラモギラにとっては困った先輩のアントキラーだが。どうぞデビル兄さん。じゃあ読みますよ、ウサ兄さん。でよ、たとえどんな先輩にでも敬う態度を変えないところはちょっと尊敬しているのだ。おい、お前らもこっち来てムキエブ先輩の話聞かせてもらえよ。はい。バンプとカヨコのサッと一品。こんにちは、バンプです。今日も楽しくお料理しましょう。今日の料理は鶏とキャベツの蒸し焼き。蒸し焼きってなんだか難しそう。火加減さえ気をつければ誰でも作れるよ。じゃあ材料の紹介。鶏のもも肉1枚、キャベツの葉5、6枚、塩、胡椒、これだけでいいんですね。もも肉の両面に塩コショウを振って皮を下にしてフライパンで焼いていきます。え、油は？鶏の油が染み出てくるから大丈夫。この状態で8割くらい焼いちゃう。そうすると皮がパリッと美味しく仕上がるの。そろそろいいかな。あー、いい色。ここにキャベツをたっぷり乗せて蓋をして弱火でしばらく焼きます。ほら見て、キャベツから出た水分が水滴になって蓋の表面についてきたでしょ。はいはい。この蒸気で蒸し焼きにするの。時々鶏とキャベツを入れ替えながらキャベツがクタクタになるまで焼いてね。箸で押してみて全体の弾力が均等になったら焼き上がり。キャベツと鶏肉を食べやすい大きさに切って肉汁をかければ完成。鶏とキャベツの蒸し焼き。鶏肉の肉汁と油を吸ったキャベツがすごく美味しい。やだ、もう鶏って美味しい。お前も鶏だ。